値段は疑え。はい、どうも皆様、ホタパパです。今日もね、よろしくお願いいたします。はい、早速本題から入りたいと思います。私もいろんなね、メーカーのイヤホン聞いてきて、それなりに聞き分けられるようになってきたんですけども、ちょっとね、運命的な出会いをした、ブランドがありまして、もうなんだろう、ソニーよりもう BOSE より全然いいんじゃないのって思えるぐらい素晴らしい出来のイヤホンに巡り合ったんですね。それもね、 YouTube を始めて1年目ぐらいかな、びっくりしちゃって、で、そこからもう虜ですよね、そのメーカーと。もういいお客さんになっちゃってるんですけども、まあ、春に向かってに、生活スタイル変わってたりすると思うんですけども、そういう時にね、ちょこっと上げられるようなイヤホンあるかなと思って探してたら、私は劇的な出会いをしたイヤホンの、メーカーのものが、ね、3点、私の方が所有しておりまして、その3点についてね、特徴と、こんな方には3つのモデルからこれがいいですよっていう形でお話をさせていただきたいと思っております。はい。噛んじゃった。ということで、本日もですね、動画の方、ぜひ最後まで見ていただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いします。そこまで鍛えてあげていいのなぁと思ってくださった。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとね、高評価いただけるだけで本当にね、動画作成モチベーションパキッと上がるんで、この辺も合わせてよろしくお願いします。私がね、愛してやまないブランド何なのか、これからお話をさせていただきます。それでは一緒に行きましょう。皆さん準備はよろしいですか？それでは行ってみましょう。レッツゴー。はい、それでは行ってみましょう。私が、劇的な出会いをしたっていうのは、ジャブラのですね、エリート 85T だったかな、なんですけども、音のね、バランスですとか、分離感ですとか、もうすべてのものに関しては、圧倒されて、しばらくずっとそれを使ってましたね。私のチャンネルをね、見ていただいている皆様、視聴者の皆様は、おそらく私よりね、全然クロートなんだと思うんですよ。いろんなイヤホン聞かれて、別にその発信はしてないけど、自分は個人で楽しんでいるよっていう方も、大勢ね、いらっしゃると思うんですけども、そんな中で私は、一応ね、YouTuber っていうことでやらせていただいているので、面白いネタがないかなと思って、誰かの心にちょっと響けばいいかなって思いつつ、今ね、動画を回しています。そしたらね、まずは、ジャブラの歴史、ちょっとしたレガシーをね、表にまとめたので、こちらの方を見ていきたいと思います。それでは、どうぞ。それではやっていきたいと思います。まずですね、ジャブラとは、ということなんですけども、ちょっとしたね、歴史というかね、レガシーをね、紹介させていただきます。ジャブラはですね、コンセプトとして、ニーズを叶えるテクノロジー。そしてテクノロジーで新しいリズムということを掲げています。生い立ちなんですけども、1983年に設立されて、オーディオ機器ですとか、まあ、最近ではね、ビデオ会議システムを専門とするデンマークのブランドですね。親会社は GN グループになるんですけども、この GN グループっていうのが、19世紀最初の、大陸間、伝送接続を敷設して、直接接続用の補聴器で 2.4GHz 技術を開発して、直接ステレオサウンドストリーミングを備えた世界初の iPhone 用補聴器を製造して話題になりました。2006年にはですね、GN は、コンタクトセンターと、オフィスヘッドセット、両部門を、ジャブラブランドに、統合しました。引き続き、2008年に、ね、大きな再編が行われまして、ジャブラの中にね、7つの部門が、創立されました。本当にね、ざっとなんですけども、まあ、デンマークのブランドなんだなっていうところを分かってもらえればいいかなと思います。あとね、ホームページとか見ていただくと、補聴器のページもありますので、よかったら、ね、見てみてください。家族であったり、近い人でね、お耳悩まれてる人がいるかもしれないんですけども、れっきとした
非常に精度の高いね、補聴器を作っているメーカーですので、よかったらぜひ見てみてください。以上がジャブラーとはということになります。はい、それではジャブラシリーズ検証してみたということで、一票作らせていただきました。一緒に見てください。で、まずはですね、フラッグシップである、エリート7 Pro。こちら、Amazon 価格、2023年の2月16日現在で、23,600 円で販売されていました。こちらのね、7 Pro に関しては、革新的な、通話品質。マイクがすごくいいんですよ。で、なおかつ、調整可能なアクティブノイズキャンセリング機能を搭載しているというのが目玉ですね。あと、すごく便利な機能でマルチポイントに対応しています。まさにフラッグシップにふさわしいんじゃないでしょうかね。うん。はい、続きましては真ん中、エリート4アクティブ、お値段の方が、13,500円ですね。こちらの方はですね、まあ、いわゆるスポーツモデルというんですかね。うん。ノイキャンの方は搭載しております。で、防塵防水設計で、耐性性能も、IP57 を準拠しているっていうことなんで、かなり高いですね。普段の生活ですと、まあ、ジョギングですとか、ジムに行ったりですとか、そういうね、ワークアウトの時に、汗とかにね、強いね、性能になっているので、ぴったりなんじゃないかなと思います。エリート7 Pro がフラッグシップであるならば、エリート4 Active はスポーツモデルという感じですね。そして、一番右ですね、エリート3、こちらが、9000円ですね。一番のお釣りがきます。すごいな。まずね、豊富なカラーバリエーションがあります。はい。選択の幅が広がりますね。で、2番目。とにかくね、迫力のある低音。これを楽しみたいんであれば、3から言っても全然 OK だと思います。G1 としてはもう入門機。まあエントリーモデルですね。ここでジャブラのね、音を確かめていただいて、自分の好みと合うかどうか確かめていただいて、そこから、もしこうね、相性が良ければ、ステップアップをしていっても、全然僕はいいんじゃないかなと思います。はっきり言いますけど、破格です。はい。はい、ざっと一票まとめましたけども、そしたらですね、どんな方にどれを勧めたらいいのかっていうところをちょっとお話しさせていただこうかなと思います。はい、じゃあこちらは一旦終わりますね。はい、こんな方にこのタイプがおすすめだよっていう話をね、これからさせていただきたいと思います。と、それぞれね、コンセプトがちょっと違うので、ただ、一本ね、音の芯はちゃんとブレずにありますので、そこからね、ちょっと味付けが変わってたりする部分も多少あるんですけども、筋は通ってます。そこだけはちょっと言わせていただいて、その上でですね、レビューをさせていただきたいと思います。はい、それでは見ていきましょう。レッツゴー。はい、こんな方へは、ぜひこのジャブラをっていうことでまとめさせていただきました。私もね、ジャブラファン、一ジャブラファンですし、運命的な出会いをしたイヤホンなんですけども、その良さをね、ぜひしていただきたいなと思って、今回動画を撮っています。ちょっと前だったんでね、売り出しでゲットしたのが、ちょっとほじくり返してきてね、3つまでがっつり聞いてみたらね、本当に良かったっていうぐらい私は好きなんですけど、その部分を忖度はしません、当然。公平にレビューはさせていただきますので、その中での私の結論というかね、おすすめを、発表させていただきます。まずね、フラッグシップモデルのエリート7 Pro。こちらに関してはですね、
もうとにかく音質を重視したい方、あとはマルチポイント機能が欲しい方、であとは深い低音とキラッと輝く高音に興味がある方、2番目、長時間使用しても耳が痛くならない、小型軽量なものが欲しい方です。3番目、ジャブラ・ラブな方。まあ、この方々はね、悩むことなくセブンプロの方に行くと思いますので。はい。ここはあえてね、あえて付け足しました。はい。続きまして真ん中ですね。エリート4アクティブに関してなんですけども、まあ先ほどもね、述べた通り、ジムですとかジョギングなど、あくまでもね、運動のお供として1台欲しいんだとか、ただね、その運動にこう集中するために、ノイキャンをちょっと外せないんだよね。っていう方に関しては、こちらの方は、ノイキャン搭載ですので、OK だと思います。スポーツモデルということで、防塵、防水、体感性能の高いもの、これが欲しい方。で、なおかつ、音質も妥協したくない方です。あとは、カラーバリエーションが、豊富なので、非常におしゃれなもの、結構ね、パステルカラー的なものがね、多いので、女性の方なんかがね、つけていても、非常におしゃれなんじゃないかなと思います。おしゃれなあなたは、これがぴったりだと思います。はい。はい、エイリート3。最後ですね。こちらはね、何、ジャブラって何、スイーツの名前って思われた方。おめ、そこまで言われたら気になっちゃうだろうって思われた。お前の嘘暴いてるよって思われた方。だけど、音質には妥協したくない方。こういう方には、エリート3から入っていただいたらよろしいかなと思います。あくまで、ジャブラっていうね、ブランドの音、その音が、ね、果たして自分に合ってるかどうか、自分の好みの音かどうか、自分にね、刺さるものがあるかどうかっていう部分を、現在まあ9000円で手に入りますけども、よっしゃやってるかって思ってくださる方は、いきなりね、セブンプロ行くんではなくって、エリート3から入っていただいて、耳で、確かめて、で判断されたら、よろしいかと思います。金返せよ、この野郎って言われてもちょっと現金は送れないんですけども、私が考えるこのモデルはこの人にっていうのは、このね3機のものに対してそれぞれ3つずつ項目を設けてお話をさせていただきました。どうでしたかね。なんとなくジャブラって分かってきましたかね。僕はもうね本当に運命的な出会いをしてね、もうびっくりした。ね、AirPods Pro よりも、あとは、坊主の QC よりも全然いいじゃんと思って、これは、ゼンハイザー超えるかもしれないって思ってたこともありました。はい。でも、モメンタム4ワイヤレスとか、モメンタム TW3 ですか、その辺が出てきて、あ、やっぱり、ちょっと差があるなっていうのは感じましたけど、全然まだ、こちらにね、ご紹介させていただいたイヤホンに関しては全然色褪せることなくね、性能も全然、劣化することなく、本当にお求めね、安い価格のものからでも本当に構わないので、もしよかったら、あ、ポタババッツやつが変なこと言ってたな、みたいな感じで、ちょっとね、お話をさせていただきました。これを変えっていうわけではありません。こんな方にはこれがいいっていう感じですね。私はジャブラの、回し物ではないので、別にしてこれでなんで売れたからって、私のところに、マージンが入るわけではないんですけども、やっぱジャブラ好きなんで、昨日ね、企画練ってて、フォーエボーでジャブラのイヤホン何いくつ持ってんだっけなとか思い出して、で、ガンガン聞きまくって、で、ちょっとページをまとめてみたんですけど、はい。はい、それじゃあまとめの方に行きたいと思います。スタジオのゴッドパパさんよろしくお願いします。じゃあ。はい、それではまとめていきたいと思います。はい、本日はですね、皆様にジャブラというメーカーのご紹介をさせていただきました。私が、持っている3機種ですね、エリート7プロ、エリート4アクティブ、そしてエリート3それぞれ、ご紹介させていただきました。まとめますとですね、とにかくね、音の
芯っていうのがブレないんですよ。本当にね、ぶっといものがちゃんとズドンってきてて、当然ね、フラッグシップとエントリーモデルの間に幅、音質の劣化があるかっていうと、ほぼね、ないかもしれないって思えるぐらい音質を削っていないんですよね。だからコスパがいいのは確かにコスパもいいんですけど、それよりも、例えばね、エリート3がまあ9000円だとしますよね。でも、ノイキャン入ってないから、じゃあノイキャンをつけようとか、汗やね、雨とかね、そういう部分で強いね、性能を入れようとか、あとは、マルチポイントも入れようと。ってなれば、当然ですね、価格が上がってしまいますよね。だって、付加価値的なものがいっぱいついていくんだ。逆に、どんどん削ぎ落としていく中で、音質だけは削っていないんですよ。それは、ご覧になっている皆様に一度ね、聞いて、ああ、いいじゃない。でそう言ってくださるね方がねおそらく多くいると思います。はい。でまあ私がね最初冒頭で述べたんですけど、運命的な出会いをしたっていうところで、本当にソニーとかボーズとか、あとは下手したらねゼンハイザーとか、それより全然とにかく、ね、低音がすごいんですよ、うん、この低音に勝るものってなんだろうなって探すと、私の場合であれば普段からね使ってるのはいわゆる重低音モデル、うん、JVC の XX シリーズだとか、うん、91C ですね、とかその辺のモデルを使ったり、あとは、まあ、ねオーディオテクニカのね、3050を使ったり、いろいろね持っておりますし、使用はしているんですけども、そういうね低音とはまた質が違うんですよ。なんて言うんだろう、こう溢れんばかりの低音かっていうんじゃなくって、こう色で表すと黒に近い、緑みたいな感じの、ちょっとね陰りがあるんだけど、そこがすごい面白いような、多分ね皆さんは今ね俺私だって私が言ってること、何言ってるんだろうと思うかもしれないんですけど、一度聞いていただけたら、これはわかると思います。でもね、今日はね、ジャバラの良さをね、皆様にちょっとでもお伝えできたかなと思って、おります。1万円を切る価格で、エントリーすることができますので、もしよかったら、購入のリストに載せてみてください。買えということではありません。その辺はよろしくお願いいたします。はい、というわけで本日のレビューここまでとさせていただきます。本日もね、動画の方最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。お前の嘘見破っちゃるべーって思ってくださる方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと高評価をねいただけるだけで私の動画作成モチベーションがバキッと上がりますんで、その辺も合わせてよろしくお願いいたします。はい、それでは後期やっていきたいと思います。はい、本日はですねジャブラについて語らせていただきました。こちらが、7 Pro ですね。でエリート4アクティブ、そしてこちらがエリート3なんですけども、重みが違いますね。やっぱりね7 Pro は重いですバッテリーの関係もあるんですけども、チープな作りじゃないっていうことがあるのと、多分ね落としてもから大丈夫とまでは言わないんですけど、そこそこの衝撃には耐えられるんじゃないかなっていうぐらいのレベルになっていて、エリート4アクティブの方はね、これ何が、私のがね水色とも見えるし、緑にも見える、ウグイスか、ウグイス色っぽいものなんですけども、これはちょっとパステルカラーで可愛いなと思ってこれも買いました。最後にねこちらエリート3なんですよ。これねめちゃめちゃ軽いんですよバッテリーを削いだのかな。でも音は一級品、本当にもうおじさん嘘つかないから本当によくね、イヤホン奏でって言われるんですけど、見たってみんな音が違うんだもんね。
ね、曲に合わせてとかシーンに合わせてとか、やっぱりそういうので楽しむっていうのは人生の中で許されるべきものだと僕は思うんですけどね。別に人の金で引っ掛けてね買ってるわけじゃないんですね。 YouTuber に明日はないだ。あとね、ジャブラーはね時々ねいきなりセールするんですよ。明日に限り 50% オフとかっていうのメール、まあ、飛んでくるんですよ。 50% オフっていうと、まあ商品としてはまあちょっと古い型落ちになるんですけども、まあその時代、その時代では最新のモデルだったわけですので、まあ、基本的な性能の部分ではそのね、悪くはないんです。そう、俺もね、それでヘッドホン買ったことがあるんだけど、面白い会社だと思いますよ。うん、メーカーさんというかね、そろそろヘッドホン出してくれてもいいのかなって個人的には思ってるんですけども、そういう、うんと、それをね、買えるだけのお金を果たして持っているのかっていうと、ちょっと怪しいかな、ちょっとアコムかな。はい、くだらないお話はここまでにしましょう。はい、じゃあ私とはね、また次の動画でお会いしましょう。皆様のね、音楽ライフが素晴らしいものとなるようにいつも祈っております。そして今日もね、明日も明後日も、良い日々をお過ごしください。はい、それでは皆さん、See you again!